はいお疲れ様ですじゃあ今回はねツイッターからの返信リプライになりますえこういう風に書かれてますね「ロスジェネ世代の枠組の人たちはこの30年間仕事を頑張っても給料アップやボーナスを3ヶ月分もらう喜びも知らず結婚や子育てをする楽しさも知らず娯楽を楽しむ余裕もなかった一言で言うともういいやなるようになれ」と人生を投げやりになっている諦めている。 どう励ましたら良いということで励まし方についてですね、えー、お答えすればいいのかなと思いますこの励まし方ってね言葉だけで励まされる方もいるんでそういう場合は自分がいろんなね人を励ますやる気になるモチベーションアップさせるような言葉を知ることを始めるとよろしいかと思いますでやっぱりね口では何とも言えるわけなんですよですんでね、うん、それよりもシンプルで最も効果のあるのは自分が何をやってるかってことなんじゃないかなと思うんですよ 何のこともなした人が人を励ますって言ってもね励まされた方もお前が言うなって話になっちゃうんで確かになと思うんですよですんでね別に一攫千金しなくてもいいんですけどもその年からそんなことやんの無理だからやめておけみたいなことをひたむきにやってる姿を見せることじゃないかなと思うんですよだからね例え,ば例えばって言ったらね私のことになりますけども50過ぎでねキックボクシングを始めるとかそのためのトレーニングを まあ毎日じゃないけどもね時間見つけちゃもう本当に20分でも30分でもひたむきにやってそれを動画で撮ってねこんなに成長しましたっていうところを見せ続けることどうですかねやっぱり50歳を過ぎるるると20年30年格闘技やってる人もいるわけですよそういう人からするとねお前らはにわかがやんなよふざけんなよって話になるかもしれませんけどもその悔しさとかそのいろんな感情ねやっぱこう跳ねのけててもいやでも 僕はやりますよと挑戦しますよどんな悔しい目にあってもやりますよっていう風に言う姿を見せることによってへこみかけた人もねあああの人も頑張ってんだから俺もなんかできることを探そうかなっていう風になっていく可能性はあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それでもねいやあんたはいいよねできるからね俺は違うんだよって言われればもうちょっと手に負えないっていうことになってきますんでもっともっとね人を励ますのが上手な人を探しに行くってことになると思います。あの誰しも万能でではないんでね 100人の悩みに解決することもできませんし100人中100人を励ますこともできないんですけども、まあ、100人中ね1人でもいいから何かのきっかけが与えられたらいいんじゃないかなと思いながら、うん、自分の身を使っていくことかなと思うんですけどもね、うんまあ、それに尽きるかなと思うんですよ、うん、でもう一回まとめるとねあの人を励ませるような知恵をつけることですよね一つはでもお前どうせ口だけだよって言われるんだだったら 行動で示すってことだとだ思いますこの二つの方法をいかに使うかじゃないですか。結局、人を励ましたいなと思っても、その励ましたいと思っている人が何にもね、やってなかったら、それは何、何の説得力も持てないんで <laughs>、励ましたいって気持ちはあるのかもしれませんけども、まあ、あの、しゃがに説法役に立たない、のれん入出押しみたいなことになっちゃうのかなと思うんですよ。まあ、少なくとも、あの、俺はこれをやっているみたいなものを、 見せていいいくこととじゃないかなか思いますそれがね別にね10年20年やってることじゃなくてもいいわけですよ昨日始めたこととか今日始めたことでも何回も雑誌してたけどもまあ俺もちょっとね投げやりになってるけどもそれでも、まあ、いいや今日から始めたことがあるよって言えるだけでもなんか人に励ましを与えることになるんじゃないかなと思いますよね、まあ、少なくとも何もやらないよりマシだと思うんでやっていきましょうという励ましでございましたいってらっしゃい